こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは野菜サラダです。きゅうり2本、プチトマト2シール7か。で、キャベツ、半ば5枚。で、卵 LL6 個、白ご飯。以上です。これで足らなければもっとある野菜をかじります。はい、肝心の体重です。今日はさっさと行きましょう。さっさと。ああ、増えてるか。増えてるな。体重 57.3。体重 57.3。体脂肪率 12.3。体重 57.3、 体脂肪率 12.3、 基礎代謝 1355、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.7、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。はい、今日はもう1回で終わりですね。はい、もう一度サムネイルに使う野菜サラダ、きゅうり2本とプチトマト7個でキャベツの、半ばから内葉にかけてが5枚、卵焼き LL6 個、白ご飯。以上です。足らなければもっと野菜を食べます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。